名脇役として、数多くのドラマやテレビに出演した入川泰典、入川泰典さん。息子がいて、元アイドルの保温雪さんとの間に生まれたそうです。ここでは入川泰典さんの家族関連や若い頃、また2011年に死去した理由が、がんだったことについて見ていきましょう。入川泰典のプロフィール、本名、鈴木泰典、鈴木泰典、生年月日、1939年、明14和年、11月10日。死亡年月日、2011年、平成23年、12月24日。身長、171センチメートル。出身地、兵庫県神戸市。最終学歴、関西学院大学中退。目次、入川泰典の息子は3人で保温雪との間に生まれた。入川泰典の家族について、入川泰典の若い頃、入川泰典の死去理由は癌で最後まで生き抜いた。入川泰典の息子は3人で保温雪との間に生まれた。入川泰典さんは11歳年下の保温雪さんと39歳の時に結婚しました。息子が3人いるとのことですが、一般人のようで情報がありません。保温雪さんは1970年にアイドルグループ、ザ・シュークリームのメンバーとしてデビュー。しかしグループとしては売れず、3年で解散。その後保温雪さんは、女優として、傷だらけの天使に出演するなど成功しました。しかし、ドラマ、愛の沈黙で入川泰典さんと出会ったことが人生を大きく変えました。女優としては成功していましたが、保温雪さんは芸能界に嫌気がさしていました。その時に入川泰典さんが優しく話を聞いてくれて、元気づけてくれたのです。そこでついお嫁さんにしてと軽く言ってしまったそうですが、入選さんには妻子がいました。そして2人は一緒に暮らし始めることに。4ヶ月後に入川泰典さんは前妻と離婚しました。世間はそんな2人を厳しく批判しましたが、前妻と保温雪さんの関係は良好だったのです。入川泰典さんを含めて前妻も一緒に、フジテレビ系オールスター家族対抗歌合戦にも出演したほど。さて、保温雪さんは結婚を機に芸能界の仕事を減らしたそうです。次男を産んですぐの時代劇ドラマの出演後は、専業主婦に。3人息子を産み、幸せに暮らしているかに見えました。しかし、イメージダウンで仕事が激減した入川泰典さん。家庭で、保温雪さんに手を挙げることが増えてしまったと言います。さらには異常なほどの束縛まで始まり、夫婦ともに精神状態はボロボロに。ある日ベランダを掃除中に、意識がなくなり3階から落ちてしまった保温雪さん。このままではもうダメだと思い、離婚に至りました。離婚してから保温雪さんは、工事現場のガードマンの仕事に就いたそうです。肉体的にハードな仕事をこなして、3人の息子を育て上げたのだそう。2016年前後にガードマンの仕事を辞めて、スクリーンライブ活動をしています。入川泰典の家族について。入川保健則さんは、結婚を3回しています。先ほど3番目の妻だった保温雪さんと育んだ家族についてみましたので、ここでは残り2回の結婚について見てみましょう。また3度の結婚の後、独り身になった入川泰典さんの生活についてもお伝えします。入川泰典の最初の妻、入川泰典さんの最初の妻について、詳しいことは分かっていません。すでにその妻は亡くなっているようです。さて、脇役のトップだった入川泰典さんは収入がかなりありました。それを自分のためだけに使ったのではありませんでした。離婚の際は、きちんと慰謝料を渡したということです。
入川康則の2番目の妻、入川康則さんは2番目の妻と結婚して、娘を2人設けました。その娘はどちらも国際結婚をしたそうです。相手はそれぞれスペイン人とエクアドル人なのだとか。この元妻と離婚した時も慰謝料をきちんと支払いました。入川康則さんは元妻に鎌倉の家と土地を譲渡してあげたそうです。もちろん娘が成人するまで毎月30万円の養育費もきちんと払っていました。さらには元妻が作った借金までも入川康則さんが払ってあげていたのだとか。なかなか義理堅い性格の人だったことがわかりますね。入川康則の離婚後、3度の結婚を経て独り身になった入川康則さん、住んでいたのは神奈川県内の築48年で家賃が月3万3000円のアパート。特に寂しいと感じることもなく、一人暮らしを満喫していたそうです。仕事がないときは、DVD 鑑賞や読書をして楽しんでいました。また掃除が大好きだったそうで、6畳と4畳半のキッチンがある 1DK の部屋をいつもきれいにしていたとのこと。部屋には生花も飾っていたようです。入川康則さんは結婚が失敗に終わり、家族がいない状態になったことについて次のように語っています。元妻たちのことを考えず、自分について来たさせようとした結果失敗した。もし次があるのなら相手に寄り添うのにな。しかし結局それ以降再婚はしませんでした。入川康則の若い頃、入川康則さんは17歳で俳優の道を歩み始めました。幼い頃から映画が大好きだったそうで、セミプロの劇団に入ったのです。佐々木小次郎、水戸黄門や部長刑事など時代劇やドラマに多数出演、名脇役としての地位を確実なものにした俳優でした。若い頃は豪快に酒を飲みまくったそうです。小林明さんとブランデーのロックを飲み合いしたこともあったといいます。午後5時から酒を飲み始め、飲み終わったのが翌朝の7時半までかかったとか。2人で合計7本半もボトルを開けてしまったそうです。若いからこそできた飲み方ですね。若い頃の入川康則さんはかっこいい脇役として人気がありました。悪役を演じても非常に上手で、どことなく不気味な怖さも兼ね備えていたとか。入川康則の死去理由は癌で最後まで生き抜いた。2010年に仕事で沖縄に行っていた時のこと。脱腸で病院に行ったところ直腸に癌があり、あちこちに転移していたそうです。とりあえず直腸癌だけ切除して舞台に復帰しました。しかし2011年の初めに余命いくばくもないと宣告された入川康則さん、延命治療は一切断って残りの人生を生きると決意しました。その時の気持ちを著書その時は笑ってさよならに綴っています。入川康則さんは2011年の秋まで持たないだろうと思って冬物の衣類を処分してしまったとか。しかし11月の誕生日も無事迎えることができ、慌てて服を買いに行くことに。どうやら入川康則さんは免疫力が高かったようです。だから予測よりも癌の進行が遅かったといいます。自分の最後の出演と決めて臨んだ仕事は人生初めての主演映画。その映画ビターコーヒーライフの撮影も終わり、公開は2012年5月に決まりました。入川康則さんは公開日まではさすがに命が持たないと覚悟をしていたそうです。ひょっとしたら年越しできるのではとも言われていましたが、不運が襲います。12月8日に転倒して大腿骨を骨折。それから病状がどんどん悪くなってしまいました。
12月22日に長男の正則さんにありがとうと言ったのが最後の言葉に。12月24日に静かに息を引き取りました。生前にすでに葬儀の手配も済ませており、葬儀用のお経も挨拶も録音していたという入川康則さん。さらには死後に出版したいと自主葬の勧めという本まで書き終えていたといいます。